だからもう、そうするとやっぱもう、やっぱ吻行の姿勢が違ってくるよね。今まではやっぱどっかやっぱり義務吻行っていうかな、観念的な吻行っていうか、そうじゃない、まず座って、そして本当に久遠願所の慈悲のね、あのマシマもあふれてる、そういうご本尊様のとこに今座らせていただいてるんですと。ではそのご慈悲の御前で吻行させていただきますっつって、初代の時もずっとその妙の字を拝して、久遠願所の仏様のこのご慈悲の塊の久遠の仏様って信じて、でただただこのこう浴びるって感じなんです。仏様のご慈悲をこう体全体で浴びていくっていう感じの正代っていうかさ、やっぱ今まではこっちだったよね、なんかね、クーみたいな。浴びる、癒してかな、まあ、とにかく生きてまします、仏様イコールご慈悲の塊っていう、これが欠落してたんだよね。仏様っていうだけで、ご慈悲の塊なんだって。そこが本当に信じれればさ、本当に諸難ありとも疑う心なくば、自然に仏観に至るべしっていう、自然になるじゃん。どんなことがあったって、仏様がご慈悲で、ずっとこう、さんさんと浴びさせてくださってるわけだから、悪いようになるわけないじゃんって。こっちが、こっち、さっき言ったように、こっちから手放さなきゃ、こっちからその背を向けなければ、そして天の賀もなきことを疑わされて、ね、どんなに今は不条理なようなことがあったとしても、その奥にはご本尊様はご慈悲でさんさんと輝いてるんだから、手前で蒼天電人の顔がないようにいくら今思ったって、それいつかなの、いつかなのかしらみたいな、それは蒼天電人の動きをこうこっちがね、今仮になくたって別にそれが意味があって、そういう時期を過ごさせていただいてるんだと。で、現在安穏ならざることを嘆かざれと、今いくらいいことなくてはなんだって、そのことにね、死の者は言う必要もないわけだ。その奥にご本尊様の慈悲がわーって、今いいことないとしても慈悲はさんさんと輝いて包んでくださってるんだから、っていう信っていうのは、そういうところが信じれるかどうか、まあ信じれるどころか信じりゃいいんだよ。信っていうのは、心力っていうのは絞り出すもんだから、そう思えるようになるのを待ってますじゃダメなんだよね。そうですよねって、そうです、そうなんだって、もうこのそう思えない心を断破していく。そしても疑いの心ってのがあるから、それを払拭して、いや仏様っていうのはご慈悲のもう究極のご慈悲のこう発生源というかさ、根本なんだってことだよね。宇宙根本のそのご慈悲がさんさんと吹き出してるところ、そういうご本尊様、そのご慈悲のお名前、仏様のお名前を何というか、南無法蓮華経って申し上げるんだ。南無法蓮華経自体がご慈悲の塊だっていう、こういう、そうすればどんなことが起きてもね、乗り越えていけますよ。本当にそうなっていかないとダメよねって。ダメよね。本当にそう思いま いやいや、じゃあね、じゃあ締めましょあ、すみません。う。うん。あ、じゃあ、これ。はい。また皆さんとお気合いできることを。ね、でも一瞬先で何やるか分かんないってことをしみじみ感じましたから、ともどもにしっかりね、気をつけてやってまいりましょう。南無法蓮華経、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 南無法蓮華経
南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経南無南無蓮華経
行南妙法蓮華経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 でした。いやそしてまた友の森に社会をやってまいりましょう。すいません、本当にすいませんね。